早速なんですけど、はい、たのみさんは私との共通点があると聞きましたが、うん、どんなことなんですか？好きなものが一緒なのかもしれない、うん、気がするなかもしれないですね勝手に思ってて、はい、なんかあやめちゃんがよく着てるお洋服のブランドとか、うんね、あんまり、はい、そうみんなが着てるようなところじゃないけど、はい、着ててあそこ気になってたんだって勝手に思ってたり、うん、ありましたよね。あの話しかけてくださって、そう好きだよねあそこのブランドっていう急にねそんな話をしちゃって失礼しましたよね、うん、確かにちょっとマイナーめなそうそうそうブランドだったから嬉しかったです。たまえも嬉しくて、うん、あと映画もわかります、それも話しかけてくれて、あれ好きなのって聞いて、うん、喫茶店とかもたまえも好きだから、そうだったんですね。ちょっと一緒なのかなと思って、一緒かもね。今度行きましょう。行きましょうじゃあお休みの日は何してますか？お休みの日はカフェ巡りしてます。あーしてます、してます、してます、はい。おなんか SNS で東京カフェって調べて気になったところ巡ったりしてます。原宿カフェ、え、わかります、表参道カフェ、わかります。あ、一緒一緒、嬉しい。行きましょう、行きましょう、ぜひ、うん